ペレットストーブ専門店渋川市ペレットストーブ群馬です。長くですね、降っていた雨もですね、今日からだんだんとですね、止んでいくというかですね、普通の天気に、晴れの天気に変わっていくという予報で、ほっとしているというか安心しているというか歓迎しております。と言いますのも、メンテナンスにせよですね、新設設置にせよ、外への作業がつくことですので、なかなかですね、天気が悪い日に工事というのがですね、できないという状況もあります。シーズン前でですね、いろいろと、立て込んでくる中でですね、雨の日っていうのは非常に困ったなというふうに思ってるわけですけども、今日からですね、天気は次第に回復ということですので、一安心をしているというところであります。ペレットストーブメンテナンス新設置、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたら、ペレットストーブ群馬ショールームまでお問い合わせください。